黒人の召使いを連れたマリアと、老いのヘンドリック・ファン・ナッサウ・ザイレス・テーン。マリア・ファン・ナッサンは、オラニエ公、フレデリック・ヘンドリックの娘で、プファルツ・ジン・メルン・ラウテルン・公、ルート・ビヒ・ハイン・リヒ・モーリッツの妻。フレデリック・ヘンドリックとその妻のゾルムス・ブラウンフェルス、伯爵夫人・アマーリエの間の末娘として生まれた。両親にとっては、実質的に四番目の娘である。 父が58歳の時に生まれた娘であり、4歳で、父と種別した。1660年、兄嫁のオラニエ公婦人、メアリーの兄である、イングランド王チャールズ二世との縁談が持ち上がったが、チャールズ二世は反スペイン共同戦線を築く、目的で、ポルトガル王女カタリナを王妃に選んだ。翌1661年には40歳近く、年上のまたいとこ。 ナッサウジーゲン公ヨハンマウリッツとの縁組も計画されたが実現しなかった。1666年9月23日にクレーフェにおいて順位にあたるプファルツジンメルン公ルートビヒハインリヒモーリッツと結婚した。この縁組はオラニエケと他の改革派信との諸公家との結びつきを深めておこうとするマリアの姉たちの強い意向で成立したものだった。 八年間の結婚生活で間に子供を授かることなく、1674年に夫と死別した。彼の死により、ジンメルン家の冒険プファルツジンメルン・ラウテルン家は断絶した。長子のルイーゼ・ヘンリエッテは、オラニエンブルク、樹子アルベルティーネ・アグネスは、オラニエン・シュタイン城、三姉、ヘンリエッテ・カタリーナは、オラニエンバウムと、 マリアの姉たちはいずれも突ぎ先で与えられた城や所領に実家のオラニエ家の仮名をつけていた。マリアもまた家父財産として与えられたバートクロイツナ派の救助子修道院の廃墟を改築してオラニエンホーフと名付けこの館で余生を送った。しかしこの館はマリアの死の翌年の1689年に再び破壊されたため現存しない。 マリアと三人の姉たちとの仲は良く、結婚して離れ離れになった後も、姉妹たちの間では、頻繁に往復書簡が交わされていた。ありがとうございます。